レオナルド・ダ・ヴィンチによる絵画、モナ・リザは世界で最も著名な絵画作品と言われる。ミケランジェロによる彫刻、ダビデ像はルネサンス期を通じて最も卓越した作品の一つ。イタリアにおける美術は非常に長い歴史を持つ。ローマ美術に先行するものとしてギリシア美術やエトロリア美術などがある。 5世紀から15世紀の東ローマ帝国では、ビサンティン美術が発達した。14世紀になると、ルネサンス美術がイタリアに起こり、やがて世界各国に普及していった。ルネサンス後期のイタリア美術をマニエリズムという。それ以降、イタリア独自性は作品から消えてしまった。17世紀になると、バロック美術の時代が到来した。 19世紀後半、色彩豊かなマッキア派が登場した。20世紀初めに未来派という高戦的なモードが生まれた。1910年代は、刑事上絵画という抽象画の量産が、社会不安を象徴した。イタリアらしさは外圧に現像を書き消されて表現、できなくなっていった。第二次世界大戦後には、アルテポーベーラや、 トランスワバンギャルドといった美術運動が見られた。イタリア美術における主要記事は以下の通り、ありがとうございます。